久保さんの動画はなんか垂れ流してたらまた自動再生でパソコン初心者でも稼げますかみたいに言ってたんで、まあ、僕もねアンサーしていこうかなと思うんですけどパソコン初心者でも稼げますかに関してはもうパソコンやめてくださいっていう <laughs> パソコンもいらないよとはいじゃあ今から実演しましょうパソコンのキーボードが苦手ですっていうねじゃあこれでね音声認識やってみましょうどれぐらいの今 あのテクノロジーが進んでるのかパソコンが初心者ですはいあのあのいちご句個間違えてないですね <laughs> すごいなこれちょっと待って、ね、これね iPhone のすごいですよこれ結構クオリティ高いも音声認識えー 今日はブログを書いてみようと思いますいや <laughs> どうですかこれちょっとピント合わねえなさっきピントあったんだけどなどうすかねちょっとピントが合わないなこれどうやったらピント合うんだろうあ,あったあったあった ちょっとピントやわないですけども、どうすかこれ。<laughs> キーボードもう打たなくていいんですよ。はい。前までこんなのありました。十何年前、こんなのないっすよ。ポッケにね、これが入ってるわけですよ。ね。キーボード打てません。大丈夫です。<laughs> 勝手にしかもね、あの <laughs>、変換してくれますしね。もう本当に感情を思えなくていいですね、今ね。マジで。 だからブログもね、マジで書別に書かなくていいんですよ。喋ればいいんですよ、ブログ。ブログ書くから喋るみたいなね。書けない。キーボード打つの苦手ですとかね。もういいんです。もう喋るだけで。<laughs> 変換してくれるし。だから、もうね、パソコン初心者で稼げますかは、もう多分古すぎるんですよ。かもうあの、パソコンなくても稼げるよっていう。 だってもう、アプリでブログのアプリもあるし、ブログ,なん,かブログなんかは別にね、その今みたいな温泉認識で記事もこうね、できるわけじゃないですか。<laughs> ね、YouTube の動画も iPhone あれば撮れるし、まあ、iPhone からアップロードできるし、まあ、僕と久保さんみたいにバカバカアップロードしないと思うんですよ。まあまあ一日一本だと思うんですよ。一、まあ、日一本だったら iPhone から行きます。しかもそんなに喋れないですよね、多分30分とか。 じゃあ5分ぐらいだったら、5分ぐらいの動画だったらアプリからでも普通にアップロードできるんで、もうスマホで全部ブログも更新できるし、スマホのね、Facebook アプリなんかね、僕も昔 Facebook やってた時は Facebook アプリでビジネスしてましたから。だからもうスマホでいいんですよ。全部で,できます、マジで。やろうと思えば。 まあ僕とか久保さんは量が多いので、マルチタスクっていうか、動画何本もアップしていくってなったら iPhone からね、バカバカはちょっと難しいですけど、ただこれも 5G になったら余裕でいきます、多分 iPhone から 5G 回線だったら、の多分秒速で上がると思うさ、動画も。まあちょっと 5G になってみないと分かんないですけど、多分動画ね、秒速で上げられるんですよ。5G になったらおそらく iPhone からでも。 ってなると、もうスマホで撮ってもう秒速でアップ、スマホで撮って秒速でアップみたいに余裕でできるんで、多分、<laughs> まあそれも時代がね、もっと進めば、そんなのもう余裕になるんで。だからもうパソコンいらないですよ、本当に。うん。まあ僕はパソコン世代なんで、もうこれに慣れちゃってるんですよ。うん、で、大きい画面の方がいいしって話で、まあもちろんね、世代間でちょっとちっちゃい画面でやりづらいんですっていうところはあるかもしれないですけど、 うん、じゃあ、どっちにしろ一緒じゃないですか。こっちだ,だって、パソコンを持ち歩くのって大変じゃないですか。まあ、これ MacBook16 インチで結構でかいんですけど、これ持ち歩くの大変じゃないですか。でも、これ持ち歩けるいいですよ。ということは、どこでもできるんですよで。だから、これでいいんです。マジで。これで今、できますから。だから、その、できないんだったら、便利なの使えばいいわけじゃないですか。それで、便利なやつって持ってますよね。 スマホまあ、僕は iPhone しか使ったこと、スマホは iPhone し,しか使ったことがないんで、今 iPhone 11 Pro ですけど、まあ、めちゃめちゃ古いスマホ使ってたら、音声認識どうか分かんないですけど、iPhone 11、今そんなにじゃあ、iPhone 11 Pro って、うん、みんな買えないものですかね。なんか、大金持ち、もうあのなんか富裕層しか買えないデバイスですか、iPhone 11 Pro って。 もういや吉谷さん、お金がなくて、冬、そんなにお金持ちじゃないと手に入れられませんっていうデバイスじゃないじゃないですか。もはやソフトバンクとか au とかが、もう機種代結構持つよみたいな感じで、誰でも買える金額で買えるじゃないですか、このデバイスも。ね。日本ぐらいですよ。日本が一番 iPhone 売れてるんですけど、日本ぐらいです。こんなに機種代をこう持ってくれるのは。だからそういう環境にいるわけじゃないですか。だから僕、最近まあ、 買い物行く時とか、そのなんか、あれですよ。あ、これ買っとかないといけないなとか、そ,のそういう場合は、ここにしゃべるんですよ。洗剤とか、豆腐とか、もやしとか、あ,あとあ、ラップとか。もう、それでもう終了です。もう、打たなくていいんです <laughs> それでもう、音声認識、マジでも、もっとね、マジでもっと、あと1、2年、3年、4年取ったら、もっともっとすげえ改良される。てか、もう、これで十分ぐらいなんですけど、ただもっと良くなるんですよ。 もはやパソコンいらないですね、パソコンで稼げますかっていうのが化石ですね、もはや。<laughs> もはやね。うん。だからもう僕たちっていうのはやっぱね、こういうデバイスを使える時代に生まれてるので、その、なんだろうな、もうパソコンから今スマホになってるわけじゃないですか。もちろんパソコンは、まあ、残ってますけども、あのパソコンはパソコンのもちろん良さはありますよ。ただし、これ本当に時代進んだら、 あのスマホでも十分パソコン、まあ今もパソコンと同じような機能、ってか動画編集もアプリですげえいっぱい普通にアプリでできるんですよ。マジで。めちゃめちゃ今スマホ進んでるんで、本当にスマホだけで大丈夫ですよ。マジで。うん。だからまあ、なんだろうな、パソコン初心者でも、初心パソコン初心者でも稼げますかみたいなね、で,ではなく、 なんだろうな新しいデバイスを、なんか久保さんとかもね、すぐその結構新しい、年齢いってたとしても、新しいデバイスをこう使う努力をしてるんでど、努力っていうか取り入れようとしてるんですよ。でも多くの人って、それね、気嫌いするんですよ。だ昔僕、あのー、あのー、なんだ、あれですよあ、健康ランド、健康ランド行った時に喫煙所でね、こんなやりとりをしてた人おばちゃん、連中、50、60、60ぐらいかな。 50か60ぐらいの人が喫煙所で集まって4人グループですね。4人グループで、なんかその3人はスマホのアプリのゲームをしてるんですよ。で、こんな面白いね、みたいな。1人が、一人がね、ガラケーで、俺はスマホなんか持てねえスマホなんか、何が楽しいんだ、スマホみたいな <laughs> ガラケーでいいじゃないか、みたいなねなんか言ってるんですけど。だから、あー。 まあ、もったいないなと僕思っちゃいましたね。いやまあ別にいいんですけど、だってせっかく使えるんですよ。昔に生まれてたら使えないわけじゃないですか。ね。じゃあ今ポケベル使いますかって話で、やっぱ使えるんだから、じゃあ,じゃあ新幹線乗らないんですかっていう話じゃないですか。新幹線には乗るけど、何あのスマホは使わないみたいなね。自分の都合のいいものだけ使うというか。 まあこれが出回ってるわけですから、もうね、誰でも手に入るものじゃないですか。ね、普通に働いてたらまあ買えますよ、iPhone。だから、こういう新しいデバイスに、とにかく触れるっていうことを積極的にやるべきです。本当に。新しいデバイスに積極的に触れるっていうことが、マジで大事です。これをやらないと、時代にマジで乗り遅れます。で、逆に言うと、時代に乗り遅れてる人っていうのは、新しいデバイスに、あの、気嫌いしちゃうんですよ。 だからパソコンなんか Windows 9, 8出たのいつっすかって話でだから本当に出遅れた人たちなんですよパソコンが苦手っていうのはだって Windows 9, 8からねあソコンのなんか,なんかあの秋葉原に並んでた人はパソコン苦手とか多分ないっすよだって Windows 9, 8からやってたら <laughs> ねだから本当に新しいものはできるだけ触れてみるやってみる使ってみるて取り入れていくっていうことがマジで大事だと思いますそうしないと時代に遅れちゃう乗り遅れちゃうんで で、時代に乗り遅れるとどうなるかっていうと、えー、もう、あの、化石になっていくってことですね。うん。どの時代はあなたは生きてるんですかっていう話です。昭和じ、今昭和を生きてるんですかと。確かに昭和生まれだけど、僕も昭和生まれだけど、今、令和に生きてるんですよ。ね今、令和に生きてるんですよ。昭和生まれだったとしても。だから、令和の、その、なんだ、うん、合わせていかないと、自分を変化させていかないといけないですね。うーん。 そうまあそんな感じですねいってらっしゃい。